こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon 輸出ホリデーシーズンに稼ぐ方法、これについてお伝えします。まあ、単純に言って、普段売れる商品、儲かる商品、それをたくさん納品すると。まあ、これだけでホリデーシーズン稼ぐことができます。でも重要なのはですね、まあ、普段儲かる商品、まあ、値落ちをせず、利益率の高い商品をどう見つけるか。まあ、ここがやっぱり一番のポイントになってきますね。それと、まあ、最近、アマゾン輸出を始めるとか、まあ、これから始めるという方、あるいは始めて間もない方で、この今年のホリデーシーズン、一番売れるおもちゃとかゲームの参加基準にですね、達してない方もいらっしゃるかと思います。ただ、ホリデーシーズン、転売アカデミーのノウハウだと、この基準に、到達しなくてもさほど問題ないです。しっかり稼げます。で、去年もですね、このホリデーシーズンの売り上げ、がっちり稼いだ方いらっしゃいます。で、現時点で、ホリデーシーズン前でも、売上160万、あるいは売上35万、売上280万と、これ全部ね、3ヶ月とか半年のサポートで上げていただいている実績です。これだけ稼ぎやすいノウハウ、提供しているところは他にないと思います。やっぱりポイントはですね、個別指導で何を買えばいいか、いくらで出せばいいか、値段はどういじるか、そういう細かい具体的な部分をですね、チャットワーク、あるいはスカイプを使って、まめにフォローしているというのが、成果を上げていただいている最大のポイントです。まあ、よそのノウハウだとね、稼げなかった方、あるいはね、ちょっと他の言ってることが前唾だなと、ね、思っている方は、ぜひ、転売アカデミーで、しっかりした王道のテクニックを身につけて、Amazon 輸出で稼いでください。